まずは皆さんにクエスチョン。白いアフロ頭をしたオカリンはどこだということでね。はい、もう見たらわかりますね。ここにいますということで。どうも、オカリンでーす。サイドオーダーではなぜかタイマーが使えないので、こんなにわかりやすくなりました。というわけで、サイドオーダーの小ネタいただいているので、今回それやっていこうと思います。1個目、こちら。オカリンさん、小ネタを見つけました。題名、任天堂がすごい。1、練習場に入る。2、入ってから右に行く。3、トランポリンみたいなとこに乗り、敵のバルーンがど真ん中にある高台に乗る。4、そこの、なんとかから左奥の手前の柱に姫ドローンを使って乗ろうとする。かっこそこには乗れません。で、そこでアーマーが壊れる。6、アーマーが壊れたら飛び上がるから、それを利用して姫ドローンで一番奥に乗る。そこにはなんと。というわけで、ややこしいですけど行ってみましょう。いやー、皆さんはね、もうサイドオーダークリアしましたか？いやー、めちゃめちゃ面白かったっすよね。まあ、こっからいろんなパレットもあるんで、楽しみも続くでしょうということで。まずは、これやね。この風船みたいなやつに乗って、敵のバルーンがど真ん中にあるところに行く。これですね。一発1750。強いな。で、こっから左奥の手前の柱。左奥の手前の柱。左の柱ってでも、これしかないよな。こうして、これ乗れへんもんな。で、割れるから飛び上がって、あー、でも行けるとことしては結構あるな。左奥の手前の柱。あ、これか。これだけなんか違うぞ。なるほどね。乗れへんから。で、こうして、もう一回行くと。わっ！なんかあんねんけど！なにこれ！すげえ、飯田のマーク書いてる、ここに。すげえすげえ。これ乗ったらどうなんねんやろ。行きます。あれ？はい。おー、姫ちゃん！姫ちゃん映ってる。あれ？この柱だけ書いてんのって。うわ、この柱だけや。これだけなんか落書きしてやる。ほら。こっち側には何も書かれてなくて。ここに、これ何のマークやろ。わあ。危ない危ない。これ多分姫ちゃんやろ。で、これダイナマイトか。そんな物騒なもん書いてる。他にないんかな。これ使って一番上乗れるけど。あ、この裏なんか光ってる？あ、ここにもなんか書いてるやん。ほら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 、飯田ちゃんと、姫ちゃんかな。あ、こっちにもある。こっちにもある、こっちにもある。マジか。はい。これも登っていく。おー、あ、でも一緒やな。何のためにあんねんやろ。行けるとこはやっぱないのかな。こっから外に行けるとか、そういうのもないし、まあそういうギミックがありますよと。見えないとこに絵描いてますよということやね。はい、次これ。オカリンさん、こんにちは。はい、こんにちは。サイドオーダーの小ネタ、バグなんですが、一つ紹介します。説明だけじゃ伝わりにくいので動画付きです。みんなには見せません。一番奥の網を越える。へえ、すげえ。1、秩序の町に行く。町の一番後ろまで行く。3、壁に立てかけてある看板みたいなのがあります。その左にサンゴがあります。網に立てかけてある看板の前にジャンプで乗れるサンゴの分かれ目があるので、まずそこに乗ります。4、壁に立てかけてある看板めがけてジャンプ、カック、タコ状態をして乗ります。そうしたら、その看板の左後ろぐらいに乗れるサンゴの分かれ目があるので、そこにジャンプカックで乗ります。看板がある方の正面にすると、左側に同じくらいの高さのサンゴの分かれ目があるのでジャンプで乗ります。6、正面に透明な床があるのでジャンプで飛び乗ります。するとびっくりすると思うので、よければやってみてください。はい、分かれ目多すぎ。もうこれみんなわからん。絶対にみんなわからん。で、この町でもね、
なんとドローンに乗れるっていうことで、あー多分これやな、このサンゴの上乗っていけっつってんねやろな。で壁に立てかけてある看板みたいなんがあって、左にサンゴある、これな。でこれはジャンプで乗る、あこれか、あーなるほど、なんか乗れそうなやつあるな。看板の左にサンゴがあって、網に立てかけてある看板の前にジャンプで乗れるサンゴ、あほんまや乗れる。ほっ、これなんかうまいことしたら上行けんのかな。まずこれに乗って4番、壁に立てかけてある看板めがけてジャンプ、カック、タコ。ほっ、もう一個上か、はいはいはい、もう全然ちゃうわ、全然ちゃうことやってた。こっちからこうして、こっから右の方にこうして、はい、そうここで乗ってここに乗んねん、そうはい、ここまで来た。で正面に透明な床があるので乗る、いきます、はい。んー違うか、どの辺なんやろ。とりあえずここまではめちゃめちゃ簡単やから、こっちとかこっちの方が高いで、こうか、おおおーすげえ、あでもここまでなんや、あでもこのなんかリンゴみたいなやつの隣に来たよ、すげえ、あのここまでか、そんなに奥には行けへんぽいな、うわー悔しい。でも一応ちょっとだけ外に来れたね、写真もいい感じに映えるのでは。ほらこれが秩序の街です、皆さん、もし秩序が勝ってたらこのホームタウンで暮らすことになっていたと。いやこれもこれでありかも、めっちゃ綺麗よ。どっか乗れるとこないかな、この電柱とか、あー電柱めっちゃ通り抜ける、わーん。このサンゴの上はこれ乗れるんやな、こっちは、あこっち行けへんわ、あーなるほどね。はいじゃあラスト、タイトル、この曲は注意ラスボスの小ネタです。チップをすべてゲットした後プラスからパレットを開いてパレットの Z 字順で鳴らすと、よければ検証お願いします。やっていこう。まずラスボス戦にすぐ行くにはこれから行くんやけど、これなんか左右均等に置いてんのが秩序っぽくていいよね、 A 型大歓喜で。これで色にあふれた戦いを思い出す、これかな。でもこれさ、俺スピナーで行ったらスピナーでできんのかな、ちょ一回やってみていい、クリアした武器で思い出すんかな、どっちやろ。あ、俺武器まだ持ってないな。はい、このカラーチップをまず取り戻すと、あスピナーや、えマジで最強武器、最強武器いけるやんこれ、ほんなすげえすげえ、うい、はいこれ壊すでしょ。でここでチップが取り戻せます、ムーブのチップが大量に手に入って、でここのパレットからなんかこう、お、すげえ、ドラムや。あ、拍手、クラップ。あー、だからこれをこういう感じで連続で鳴らしていけば、何か、この曲はってことになるのね。なるほど、なるほど。はい。で、ちょっとどんどん手に入れていきましょうか。ナイス玉。はい。うお、やばいやばいやばい。それ強えんだよな。このレーザーは強えけど、異界道がめっちゃ速いから、余裕と。いいね。ほい。はい、これで2枚目。次はなんだ？レンジ系。もしかして？射程距離。おお、めっちゃ伸びてる！すげえめっちゃ遠くまで届くんやけど。しかも、貫通もついてるんか？わー快適だなー、ほれ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 、ここがええんか、ここがええんか、はえー、でこれはラッ
キーやから、まあラッキーはどうでもいいな、見慣れている。えい、次紫サポートよ。えい、はい来た。これはサポートやからホーミングか、ホーミングやばい、ホーミングやばい。よいしょ、あかん、まっすぐ濡れへん、まっすぐ濡れないんですけど。わー強すぎる強すぎる、もうどこ狙っててもいい、最強すぎるぜ。でまだあんのか、ドローンのチップ、ほら弾がひん曲がっていくぜ、弾がひん曲がっていくぜ、なんてこった。でラスト、これ最強チップな。でこの状態で、はいストップ、パレットを覗きます、全部埋まってますと。でこれを Z 字順で鳴らします。いきます、何の曲か当ててください。はい、ちゅうわけでいかがだったでしょうか。これあれね、テンタクルズの曲やったっけ。最後のほうってやつだな、それそれなかったやろ、それで。最強のスピナーちょっと見てみましょうか。ほらーほらー、うわ強っ、威力1200やって、一発えげつない威力してんな。マックス99コンボやし、しかもおらーおらー。じゃあ姫ちゃんやりますか。あか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 、あぶない危ない危ない危ないけど早すぎる、割れててもこれ。はい、いくぞ、メガホンセット。おお、メガホンがなんか6チャンネルある、ほらめっちゃありますやん。あ、でもマーンは聞けへんねんや。あーそうなんや、ドローンが撃ってるね。おお、マジで最強スピナーがこんな手軽に手に入れられるなんて最高だ。というわけでサイドオーダーの小ネタいかがだったでしょうか。皆さんも気づいたことがあったらぜひコメントで、 Twitter の DM でお願いします。ほなお疲れー。